どうも皆さんこんにちは、トットです。今日もよろしくお願いします。さあ今日は何をやろうかなと思っているところではあるんですが、潜在キラーチャレンジをやろうかなと思っております。まああとって、ね、7時間しかないので、動画的にはもう終わってるやんけっていう風になると思うんですけど、まあちょっと久しぶりにどうしようかなって今いろいろ考えてて、まあちょっとネタはいくつかあるんですけども、まあ今回は潜在キラーチャレンジにしようかなと思っております。挑むパーティーはこちら、じゃじゃーん、リクーパーティーにしようかなと思いました。リクーちゃん、中のキャラクターはドラゴンタイプの攻撃力と回復力が3倍だから、一応ドラゴンで固めたってだけなんですけど、一応根性対策をね込みにしてやってます。レンドさんはすごいね。はいはいはい。まあちょっとあのリクーちゃん自体を初めて使うので、どういう使い方をすればいいのかっていうのはちょっとねまだわからない部分ではあるんですが、ジュリには、風神を、あとは根性対策で、天妻和千を入れております。これで一旦ね、あの初見でどこまでいけるのか、あとねリクーを使うのも初めてだったりするので、ちょっとねドキドキしながらやっていきたいなと思います。こちら、とりあえず多色パだからね、いきなりルシファーやばっ。まず私の属性を変えてみろ。ねえ、あでもオールドロップチェンジはありがたい。で8秒パズルですね。8秒パズル、まあ、リーダースキル込みで8秒でやらせてくれるなんてありがたき。リクリクありがたき。だから前職組めばいいんですよ。前職組めばよき。こんな感じで、よし前職組みました。これで一応は問題ないと。いいだろう、では私を倒してみろ。横コンボ以下吸収できなければここで終わりだっつって、またオールドロップチェンジで、今度こそ12秒ですよ。これは来たね。よしで、ね、指はギリギリまで使うことをね意識してやりたいなと思います。まあこれは大丈夫ですね。ローースキル溜まったよ今、やばー、やースキル溜まった、すごい面白いこのスキル面白い、スキル溜まりましたよ今、やば、気持ちいい。何今の、もう一回やりたい。いやー新しいスキルいいですね、楽しい。止まれ、おースキルが溜まっていくしかも15コンボ、やばいですね。3回もう覚醒無効多いな、ね、もうちょっと楽しいことや、もうもっとスキルが溜まる感じを味わっていきたい。お邪魔をしました。バインド、これで闇がなくなったと思ったら色はありますね。スキル回復を持ってるかな。あ、そもそもダメだ、スキル封じられてるんだった、覚醒封じられてるんでしたね。よしよし失礼しました。まあ8秒なんで、気持ちよこう。ね、成長するとこういう風にされてしまうことが私にはよくあります。こんな感じで、あ、水をこんな感じで組んでいこう。6、7、いい落ち込んですね。りくー先輩も、いやー、りくー先輩なかなかの落ち込みを持ってるよ。ミラージュテンプレッション、7968じゃなくて、回復と、水が、ロック付きで落ちてくると。なるほど、まあ、リクちゃんは多色なのでさほどそこには支障ないでしょう。
ゃなくて指をよく見よ。でも10コンボいいね。てかりくちゃんがそのスキルを貯めるやつを持ってるから、そういう意味ではガツガツスキルを使ってもいいのか。え、こうやってりくりくだとさ2ターン貯まるってことかな、一気に。それ超熱いですね。貯まるはずのないスキルが貯まり始めるってことですよね。それはいいですね。欲張るな。すごーい。あ、りくちゃんだけがたまるのか。りくちゃんだけがスキル封印ってたまるんだ。全体じゃないよね。そうだよね。全体のスキルがたまったらちょっとそれはもうやばいことになりますもんね。うんうん。確かに確かに、そりゃそうだ。だってりくりくにしたら2ターン一気にたまるってことですか。他のねスキルが溜まるっていうスキルが死んじゃいますよね。そっかそっか、リクちゃんだけが溜まるってことね。ってことはリクのスキルは比較的溜まりやすいってことですの。なるほど。でリクが溜まってないのでオールドロップブレイク。うわ、ずれてた、ごめんなさい。あ、でも落ちてくる。いい感じ。守る玉。待って。うわ。これやばいかも。死ぬフラグ。やったー、よかったーね。この向こうを見た瞬間に嫌な予感しかしなかったけど、ジュリーでなんとか耐えることができました。インドラもいたからね。よかった。こんな感じでいいね。どんどんりくちゃんのスキルが溜まっていきますね。11で溜まるってことだよね。よしよしよし、すごい。スキル覚醒な、覚醒理解しました。で、この子はなんとかいけると思います。すごいですよね。すごい。だって冷静に考えると、公認で手に入るキャラクターが、このたくさん長続きして、いっぱい強いキャラクターがいる中で、使える、リーダーとして使えるキャラに君臨してるって、超すごくないですか？いや、すごくないのかもしれないけど、私からしたら超すごいと思う。だってこのリーダー場所争いみたいな。こんなにリーダーがいる、リーダーのなんか、なんか言いたいことわかります？言葉がうまく回らなくて申し訳ないです。なんかこのリーダーたくさん選べるね、キャラクターの多さの量の中でりくちゃんが今人気者になってるって、すごくすごくすごいことだと私は思っている、思います。今ちょっとふと思いました。それだけのね、これ降臨ですよ、ガチャじゃない。それがすごいと思う私は。だって初期のなんかゼウスみたいなまあそういうところでゼウスバースもそうなんですけど、ゼウスバースもね、この間のランキングダンジョンではめちゃめちゃ、なんか、すごいね、ゼウスバースだったらもう最高みたいな感じになってたんで、ゼウスバースも今もね、昔のアテナみたいな感じですごく私も、なんか
ピピピってやるときとかはすごくいいなって思ってるんですけど。やば、根性忘れてたねー。根性対策してきた意味、でも指が減らされる分にはリクちゃんには関係ないですね。そしてどんどんスキルが溜まってきます。とても良き、良いですね。良きっていうことばっかり言ってるので、良きっていう口癖直したい。属性吸収無効持ってないので、これは耐え忍ぶべしで、とにかくだから防御とかも、していかなきゃなと思います。今は回復があるように回復は使わないようにしよう。耐えれるか耐えれるか耐えれるか。2万7000だぞ私の HP。 うわー危な、超ギリギリ。よし、回復します。回復力はさっきあったはずなので、こんな感じで、おお、全然回復力ありますね。よし、 OK。 おお、ビビる。よし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 、回復あるね、回復あるね。よしよしよし、こんな感じで、あー、回復消しすぎるのは良くないから、こんな感じで。帰ろ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 、3万7000円でいけるよね、帰れるよね。よし、リク、さすが。オッケー、はい、秘密しかないぞ。あ、4つあるけど、手がれるな。やばい、インドラインドラインドラを放たないと、これはやばい。これインドラ放たないとやばい。いやだ、なんでこう減るかな。いやー、これ死んじゃうかも。すごい落ち込ん、危な、死ぬかと思った。うん、よし、危なかった。溜まるぞスキル、イエーイ。そういうことか、だからリクにはちゃんとアシストしてあげた方がいいですね。今私アシストしてないんで、もったいないですね。マシンヒース来たんですけど、やば、マジで。7コンボ以下吸収、根性なし吸収なしなんで、これはもうエンハンスを放っていった方が良いのではないでしょうかね。うん、やってみましょう。何事も試す、試す。落ちてきたねえ、すごい落ち込ん、やばい落ち込ん、やばい。13コンボイエーイ、落ち込んだ勝利、やったー。いやー、リク楽しいですね。やばい、リクはハマりました。私やっぱ多色は楽しいですね、やってると。やったー、いやー、リクーちゃんパーティーで突破することができました。あ、そうだ、潜在覚醒ガチャ引こう。よし、潜在キラーガチャ回します。何が来る？何が来る？お、バランスキラー、バランスキラー来ました。まあ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 、あるに越したことはないです。ということで、潜在キラー、まあ、
3個目のダンジョンは、陸羽で突破することができました。お疲れ様でした。バイバーイ。